昼間チェック5月27日緊急配信分です。5秒前4、3。こんにちは。時刻は午後1時55分になりました。5月27日の月曜日、コモさん、小森康則でございます。天禄天小森スタジオからこの後2時に始まる予定となっています蓮舫参議院議員立憲民主党の東京都知事選挙出馬会見を皆さんと一緒に聞いていこうと思います。今日東京新聞、こちらでは、売っておりませんので、の一面に出ていたようであります。立憲民主党の蓮舫参議院議員が6月20日告示、7月7日投開票の東京都知事選挙に立候補する意向を固めましたと、今日午後党本部で記者会見を開き正式に出馬を表明しますということです。小池百合子カイロ大学首席卒業学歴詐称知事が参戦出馬へというふうに言われております。昨日の先週末金曜日の定例会見ではまだ、出馬ということを明らかにしていませんでしたが、まあ正式表明を前にですね、蓮舫さんの方が先制パンチということであります。先日は安芸高田市長でした。で、まあ今もですですね、石丸伸二さんが出るということを言いました。で、さらに誰とはまだ言えませんが、とマスコミ的にはもっと、まあ、NHK 党が30人出すとか、もうわけわからんことを言っておりますけれども、事実上の一騎打ちみたいなことがありますが、まあ、有力候補としてもう一人出てくるというふうに聞いてはおります。もう少し表明が後になるようですけれども、で、まあ、四つどもえという言葉はないですけれども、4人の有力候補が争うということにどうやらなりそうなんですね。立憲民主党や共産党、市民団体などが統一候補の擁立に向けて2月に設置した選定委員会は、蓮舫さんの記者会見の後に会合を開いて対応を協議すると、蓮舫さんを統一候補とする方向で検討をすると東京新聞は今朝報じておりました。一方、まだ立候補を正式に表明していない000の小池百合子さんに対しましては、28日に特別区長会や市長会の有志らが出馬を要請する予定であると。これを受けて29日開会されます都議会で参戦出馬正式表明を軸に検討していると見られるということですが、まあまあこうなりますと、将棋の場合は一手ずつ相手があって自分があってということになりますけれども、もうそのタイミングも含めてポンポンと一手二手打ってくる。さあ、それを守りに入るのか、それとも相手のエラーを待ってそこを突っ込んでくるのかということですね。立憲民主党はここまで衆議院の3補欠選挙で全勝をするなど、まあ、政治資金パーティーの問題はありますけれども、まあ、風が吹いているというところでですね、まあ、知名度の高い蓮舫さんを持ってきたということですね。報道キャスターを経て2004年参議院選挙で初当選しと東京新聞は書いておりますが、我々のイメージではクラリオンガールを経て報道キャスターになってということですので、さあ、片や学歴詐称の東京現職都知事小池さん、そしてこちらは二重国籍問題がありました。台湾との国籍二重になっていたということが一時問題視されました蓮舫さん、国籍詐称ではございません、はい、そうではありませんけれども、そして石丸伸二さん、もう一人出てくると、主な方がね、聞いております。さあ、どうなりますか。時刻は今ちょうど2時になりました。
会見が間もなく始まります。皆さんと一緒に聞いてまいりましょう。はい、時間通りに始まるようです。笑顔で、はい、緊急なお呼びかけにもかかわらず多くの皆様方に、お集まりいただきありがとうございました。これより蓮舫参議院議員より東京都知事選挙に向けての会見を始めさせていただきます。めっちゃ笑顔です。よろしくお願いいたします。結構化粧濃いですね。はい、そんなんいいですか。蓮舫です。今日は大変お忙しい中、急なお呼びかけにもかかわらずお集まりいただきありがとうございました。私蓮舫はこの夏予定されている東京都知事選挙に立候補いたします。きっぱり言いました。今私が身を置いている国政では、自民党が引き起こした裏金議員、政治と金の問題、これへの対応が急務です。国会で予算委員会で何度も岸田総理に問いました。あるいは参議院の政治倫理審査会では、裏金議員、安倍派幹部の世耕議員にも問いただしました。記憶にない、まるで人事のような、改革をしなければいけないという本気度が感じられない答弁に本当に怒りを覚えています。政治と金の問題を正す提案や法案を私たちは提言していますが、今の自民党、まず国政の話から入ってますね。都政の話じゃなくて、本当に悪いことをしたら変えるんだという本気度が感じられません。非常に残念です。長崎3区、島根1区、東京の江東区、3つの衆議院議員補欠選挙が行われました。私たちの仲間の立憲民主党の議員が選ばれました。昨日行われた静岡県知事選挙でも、静岡県民は野党候補を選んでくれました。国民の声ははっきりしています。裏金議員、政治と金の自民党、この自民党政治の延命に手を貸す小池都政をリセットしてほしい。その先頭に立つのが私の使命だと感じています。ここで都政が出てきましたか。8年前、自民党の国会議員でありながら、都議会自民党福和殿とか都庁のブラックボックスを壊すと言って都知事に立候補した小池さん、私から見ても眩しくてかっこよかったです。でもこの8年間の彼女の功績、実績はどうでしょうか。7つのゼロ公約、どこに行ったんでしょうか。介護離職、残業、都電の電柱、多摩格差、満員電車、どれもゼロにはなっていません。去年、突然18歳以下のお子さんに5000円を支給する、選挙の前の年に決め、選挙の年にもお金が支給されます。今年2月、突然都庁の外壁のプロジェクションマッピングが始まりました。知事選挙の5ヶ月前からこうしたことで都知事の露出度が高まっています。去年の11月から今年の3月の末までに、突然8年ぶりに東京防災ブックがリニューアルされました。このデジタルの時代に紙で防災ブックを作り、東京都の全戸770万戸に配布されました。この一個一個に都知事の顔写真が入ったメッセージが添付されています。この予算は8年前より11億円増えています。小池知事の顔写真と手書きのメッセージとサインの入った都の防災ポスター、これを貼った町会には防災グッズ補助金が出ました。対象は東京都の3000の町会です。予算は 8.5 億円。公金を使った事前の選挙活動と思えてしまうのは私だけではないと思っています。こうした予算を見直して、格差で光が当たらない困っている人たちに私は政策を届けたい。仕事を、食べ物を、安心を、子どもたちには教育の充実を届ける、そんな都政を作りたいと考えています。自分を見せることは大変お上手です。でも小池都知事はこの8年間、福間伝といった都議会自民党、あるいは自民党、
ブラックボックスといった都庁をどう変えたのでしょうか。思い返せば、都政改革よりも国政進出のために希望の党を作られました。それは結果的に国会における野党を分断しました。それは結果的に自民党を利しています。驚いたのは、萩生田自民党東京都連会長の膝元の八王子市長選挙、あるいは政治と金で逮捕された江東区の区長選挙、この2つとも小池都知事は自民党の候補者を応援しました。首長選挙のみならず、昨日行われた目黒区の東京都議補欠選挙では自民党候補を公然と応援しました。自民党帰り、8年前の自分の公約よりも自民党と二人三脚、彼女の志から来る対応かもしれませんが、私はこの矛盾についていけません。発信力、存在感、選挙の強さ、どれをとっても圧巻している人です。大きい人だと思っています。ただこうした変わり身の速さに私はついていけません。この分かりにくさを、小池都政をリセットするために私は立ちます。もう一度言います。2016年の7つのゼロ、この公約はどこに行ったのか。この他にも12のゼロを公約として掲げてました。原発ゼロ、ブラック企業ゼロ、隠蔽ゼロ、どこに行ったんでしょうか。今は小池都知事から公約ゼロの声は聞こえません。その代わりに突然思いついたかのような政策ばかりが私には印象に残っています。小池都知事が手を挙げるのであれば、一緒に戦うのであれば、この8年間のご自身が口にした公約についての説明を私は聞いてみたいと思っています。参戦出馬するのであれば、自民党帰り、自民党と一緒に行動していることを何と説明するのか、私は聞いてみたいと思います。私は一貫しています。裏金議員、政治と金の自民党、絶対に許しません。納税者の気持ち、誰よりも考えなければいけない、都民の思いに寄り添いたいと思っています。反自民党政治、非小池都政、私は東京都知事選にこの姿勢で臨みたいと思います。古い政治と決別して、本当に必要な政策に予算を振り向ける、そんな都政を作りたいと思っています。この8年間を都民に問わせていただきたい。小池都政をリセットする夏、そんな東京都知事選挙に臨みたいと思います。20年間の国政での経験、すべての予算委員会で質問に立ってきました。10人の総理大臣に向き合ってきました。改革するのが私の政治の原点です。行政改革、私はこのことに最も力を入れてきました。その改革の果実を政策の財源に当て、弱い方たち、格差で日が当たらない方たちに振り向けたいというのが私の変わらざる原点です。東京都でも同じ姿勢で臨んでいきたいと考えています。以上です。あら、はい、ありがとうございました。あら、海洋大学のことは聞かなかったですね。海洋大学のこと聞かなかったですね。10分ほどでした。9分間、いや8分ぐらいか。ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。冒頭お話ございましたが、確認させてください。都知事選のですね、今回の結果によってですね、政権交代の機運が大きく左右されると思います。全国的に波及されるする可能性もあります。この点はどうお考えでしょうか。それだけ大きな市との戦いだとは思いますけれども、まずは私は都知事に挑戦する立場です。それがどういう結果になって、どのような動きになるのかは、今の私からはちょっと分かりません。国政のことあんだけ言ってたのにね。アークタイムズの尾形します。アークタイムズの尾形と言います。3点伺いたいんですけれども、まずですね、小池さんの話を
蓮舫さん今されてましたけれども、小池知事にとって今、まあ、いろんな形で国民の間で話題になっているのは学歴詐称があるんじゃないかという点だと思います。その点について小池氏は会見などで、自分がカイロ大学を出たのはファクトであるという言い方と、あとカイロ大学が2020年に出した声明というのは、あれはカイロ大学が主体的に意思を持って出したという、この2点を言っているだけなんですけれども、具体的にお聞きしたいのは、小池氏がですね、仮に今言われているのは小池氏は出ていると言ってもですね、きちんと単位を取って出たのではなくて、事後においてカイロ大学がいわゆる名誉学位 のような形で、それを利用したんじゃないかということが言われています。もしそこに該当する場合は、蓮舫さんは小池氏のカイロ大卒というのは実態があると、実態がないと、そこをどう考えるか、これが1点目で、もう1点目がですね、2点目が、その先ほど裏金政治と決別するという話をされていて、小池都政が続く限り、その存続に、延命にその手を貸しているということですけれども、今回の都知事選挙ですね、この最大の争点というのは、これは自民党のや、その都民ファースト、小池知事と野党勢力との対峙になるのか、そこが一番の対立軸というふうに考えているか。それと3点目、具体的な論点で外苑の再開発の話がありますけど、これにどう対処されるか、そして小池知事がやっている朝鮮人虐殺のコメントを送付しないと、関東大震災の際のですね、歴代の知事がしたものですけども、これについては蓮舫さんはどうするお考えか、それを聞かせてください。ですね、私も文言春秋は読ませていただきました。おそらく多くの読者が感じたような高い信憑性があるんじゃないかなという感想は抱いています。ただご本人の学歴のことですから、私からどうこういう立場ではないと思いますので、選挙に出るのであれば、それは当然プロフィールも含めてご本人が説明しなければいけないと思っています。そんな言い方で、2つ目の明治神宮外苑再開発の問題ですが、国籍のことも言われるような、私はこれは選挙後に先送りをしてはいけないと思っています。やっぱり多くの方たち、坂本龍一さんをはじめとした著名な方も含めてね、異を唱えておられます。で、事業者側からその伐採に関する報告を求めていますけれども、なぜ、小池さんはもっと早く迅速にその報告を出すように言わないのかがちょっと分かりません。早く出させるべきです。そしてその出た答えは都民や多くの皆様方に公開をして、もう一度声を聞いて都政、都知事としての判断をするべきだと思っています。で、3点目の朝鮮人の虐殺の件ですけれども、これも大変大きな課題だと思っています。これは公約をするときにぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。2点目の最大の争点は、その裏金の決別なのか、最大の争点は 何だと考えていますか。最大の争点、まあ、争点いくつもあるとは思うんですけど、私はやっぱりこの3つの補欠選挙、静岡県知事選挙を見ても、自民党政治の政治と金の体質に対して大きな怒りの声があると思っています。私は自民党政治を一旦終わらせなければいけないと思っている。その自民党と決別すると言って8年経ったら変節をして自民党帰りをしている小池さんでは、私は改革はできないと思っています。小池さんの学歴詐称のところで、それが単位を取って学業実態がないものであった場合は、それは卒業とみなすべきではないというふうに考えますか。ごめんなさい、家庭の話なので、ちょっと今の私の立場からはここまでどうだというのは控えさせていただけますか。東京新聞の望月です。いくつかお聞きします。まあ、神宮外苑の再開発ですね。昨年、まあ、亡くなる直前、声が出せない状態で文化庁長官や小池都知事に坂本龍一さんが、はい、もう一度見直してほしいと手紙を送られましたが、まあ、その時小池さんは記者会見でしたかね、その場で、いや、担当の文科省、文化庁側、もしくは再開発事業者側にそれを言ってほしいと、まあ、投げやりな回答をされました。まあ、その時のことを覚えてらっしゃるかわからないんですが、そういった、まあ、都知事の姿勢について、そして今ですね、再開発事業者一部住民への説明会を始めてますが、これオープンになっておらず、メディアは完全に締め出しです。で、参加した記者、住民に聞きますと、ほとんど再開発事業者側の一方的な主張だけで、質疑はもう10分もないと、説明の義務を果たしていないという声が出ています。
で、まあ、ご存知だと思いますが、この、再開発については都の、議会にも非常に報告が遅れ、約5年前にですね、萩生田さんや、森喜朗、今裏金問題でも焦点が当たってます元首相、そして当時の副知事等々の間で隠密に決められたと言われています。これまでの再開発事業の計画がこれほど隠密にですね、ほとんど都民の理解もなく進んできたこと、これについてどう思うか、それから先ほど、プロジェクトマッピングのお話出ました。非常に見た記者から言わせても仰々しく、何のためにこれをやってんのか、昨年今年含めて16億円の予算が出ている。で、うちの中村真明記者によりますと、昨日の土曜、おとといの土曜日ですね、炊き出しに800人仰々しいプロジェクトマッピングの下で、800人もの炊き出しの、支援を求める人たちが並んだと、過去最大ということです。このプロジェクトマッピングやるべきではないという声、X 上にたくさん溢れてますが、今の時点で、どうお感じかということですね。そして、まあ、最大のここなんですが、記者会見のあり方です。記者クラブの改革開放を掲げ、2016年、小島、元都民ファの事務総長によりますと、まあ、多くの、今日いらっしゃっているようなたくさんのフリーランス含めた記者を、まあ、入れるようにしたと、情報開示、改革開放の一丁目一番地と言いながら、さまざまなことが隠密になり、今、コロナ禍を理由にですね、完全にフリーランスは会見場から締め出されています。でその結果としては分かりませんが、今日ここにたくさんの都庁クラブの記者さんいますが、彼女に対する厳しい質問がほとんどこの数週間ないです。経歴詐称についてはそれはマスメディアはほとんど報じていません。それは とはいえ YouTube 上で経歴詐称についてさまざまな論点で彼女が説明責任を果たしていないということが言われております。この記者クラブのあり方ですね、今の都庁の記者クラブの会見、もしかして蓮舫さんお忙しくて見られてないかもしれません。ご自身が都知事になった場合、どういった記者クラブ、まあ、今日のようなこういう状況と比べてもですね、非常に閉鎖的な記者クラブの会見にとどまっている。そして記者も本当は聞きたくても厳しい質問が彼女にできなくなっているこの状況ですね、蓮舫さんの目から見てどう都知事になった場合変えていきたいか。それはお前らのところでやれよお前。はい、お前らのところでやってくれるから。神宮外苑、特に坂本さんが本当に思いを持って訴えた要塞、今でもよく覚えています。あの時の都知事の対応は寄り添っていないなという印象しか残っていません。非常に残念でした。で、2点目の住民への説明会ですが、まあ、事業者側は民間さんであられるので全部公開というのは難しいかもしれません。ただどういう質疑がなされたか、どういう説明をどういう資料を使って伝えたか、住民側からはどんな質問が出たのかという概要とか資料は公開して当たり前だと思っています。で、3つ目のプロジェクションマッピングなんですけれども、私これやるやらないも含めてやっぱり一度この夏都知事選挙で問う一つの事例にもなるんだと思っています。例えば通年通じてやるべきものなのか、あるいはクリスマスだけやるのか、ね、その浮いた予算で炊き出しであったり困っている人たちに対する予算政策に回すことはできないんだろうか。これは当然都知事選挙では彼女の政策ですから、私は争点の一つとして問わせていただきたいと思っています。会見のあり方はそのどうしても映像で見る、おっとっと、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、はい。ですから記者さん側が私には見えないんですね。ただおっしゃる通り、その旬な質問とか都知事に対して違う角度からの声というのはないなとは思っていたのがそういう理由なんだなと今気づいたんですけれども。今気づいた。私たちが政権を持っていた時には会見はこうしてフリーランスの方も雑協の方たちも記者クラブの方たちも入っていただきました。それは時としてきつい時もありました。政権にとっていい時ばかりじゃありませんから、それでもそれも恋だと思って受け止めていたので、都知事の会見は見直すべきだと思っています。ありがとうございます。フリーランスの田中実作でございます。私は小池都政による巨額の無駄遣いについて質問させていただきます。今プロジェクトもマッピングはいいですから、次に日比谷公園、都立日比谷公園、あれがですね、もう100億円を超えると言われている、
巨額を投じて、しかも10年間もかけて改装されて、私経営の専門家とかと一緒に取材に入ってるんですが、もう趣味の悪い経営になります。しかしこれここまで、でこれ巨額かけて朝日とか毎日とか全然聞かないね。それはどうしますか。すいません、趣味がどうかっていうのはそこまで私関心をまだ寄せていなかったんですが、今日とまた日を改めて私の都知事選の公約を皆さんにお伝えとご説明をさせていただきますが、当然その時に一般会計だけで 8.5 兆の都の財政すべての事業に関して皆さんに私の行革の本気度はお示しをしたいと思います。NHK の高橋です。東野さんは所属されているのは立憲民主党ですけれども、都知事選にはどのような形で立候補されるのか教えていただければと思います。また他のその政党からの支援についてはどのように考えていらっしゃるのか教えてください。はい、広範な都民の皆様方のご支援をいただきたいので無所属で臨みます。政党からの支援に関してはいけない。今都知事選定委員会で、都知事候補という話があって、いくつか強い要請をこれまでもいただいてきて、それが私の判断の一つになっていることもあります。でこれまでのその築いてきた信頼関係は基本ベースなんですけれども、より幅広い支援をいただくべく、まあ、反自民政治非小池都政オール東京の皆さんに、支援していただいて臨んでいきたいと思います。また参議院議員を辞職することになられると思うんですけれども、これはいつでしょうか。はい、それは党の執行部と、相談していきます。テレビ朝日の森本です。テレビ朝日の森本です、はい、よろしくお願いします。今回都知事選立候補するということで、いつ決めたかとか、どういうタイミングから考えていたとか、そういうところについてお聞かせいただければと思います。目黒と静岡とここで立憲民主党勝ちましたけれども、そういったことは考えに影響したのかなども教えてください。今ご指摘の部分は影響していなかったといえば嘘になりますね。やっぱり静岡県知事選挙の結果、あるいは昨日の目黒の都議会の補欠選挙の結果もやっぱりとても大きいと思います。で、決めたのはいつかと言われるとなかなかこうだとは言えないんですけど、つい直近です。この2週間ぐらいで決断をしました。意識自体はいつ頃からされたんですか。先ほども言いました都知事選定委員会からご要請をいただいていたのは今年に入ってからもいただいていましたので、そういう選択もあるのかなというのは認識はしていました。よろしくお願いします。週刊休日などに記事を書いているフリーランスジャーナリストの本田正和と言います。ずばりお伺いしますが、先ほどの非自民全野党ということもおっしゃったんですけれども、なんだかんだ言っても数多の候補者の中でやはりああいうふうに小池さんが大然としていらっしゃるのはご自分のことを、パフォーマンスもうまい方ですから一強だと思っておられるからだと思います。でそこに蓮舫さんという強い対抗馬が現れた時にですね、やはりきちっと誤して野党共闘をやって共産党も含めた野党共闘をやれば、やらなければやっぱりどうして勝てないんじゃないかと私は思ってるんですけども、野党共闘に対するもちろん立憲民主党だけじゃなくて野党共闘全体に対する考え方を改めて聞かせてください。私は都知事をやりたいと強く思っています。この8年間をリセットしなければいけないと思っています。自民党政治を終わらせなければいけないと思っています。その部分では一人でも多くの広範な都民の皆様方のご支援をいただければと。それはだから今おっしゃったような方たちとの信頼関係はもちろん大事にしていきたいと思いますし、それよりも何よりもやっぱりその反自民党政治非小池都政のオール東京、そこに共鳴してくださる方々一人でも多くの皆さんの支援はいただきたいと思っています。
次、それこそ、レオンさん、次のですね、予定がありますので、あと二方。え？二方だけ、じゃあ。もう終わりなん？朝日新聞の木原と申します。いくつか教えてください。あ、こいつか、朝日の木原。今回だったのかということをちょっと追加で教えてください。レオンさん、前からの都知事選あるたびに、こいつか、後ろ姿しか見てないけど、いました。前回もそうだったと記憶しています。で、レオンさん、今回出られると参議院の議席が空席になります、はい、来年の7月までですかね、はい、なると思います。なので、空席を作ってまでですね、今回決められたっていう何かきっかけがあったのかっていうことを1点伺いたいのと、もう1点、政策面で教えてください。小池都知事のイメージとして、まあ、子育て政策をよりよくアピールされているのかなという意識を持ってます。で、東京、まあ、働きながら子育てをされている方も多いと思いますので、子育て政策に特化してこういうことをやりたいということが今あればそれも教えてください。この2点お願いします。なぜ今回だったのか。国政での私の立ち位置、あるいは行政監視の役割から見て、今のこの自民党の政治は看過しがたい、この思いが一番強いところにあります。で、ただ国としてはね、まだ見通せませんけれども、この政治と金の行政改革というの、政治改革というのは、これから与野党協議を経て国民が最も厳しく注視している中で進んでいくことになると思います。だけども、足元の首都東京、参議院の東京選挙区の私からしてみたら、実は東京にも行財政改革しなければいけない、もっともっと予算の見直しをしなければいけない、お金の在り方があることを見つけました。これは公約で、皆様方に後ほど日を改めてお伝えすることになりますが、東京だけが改革から遅れてはいけないと思っています。その部分で今回都知事になって都政から変えたい、それが結果として国政にも影響が出るような政策を実現していきたいと思ったことが大きな理由です。で、2つ目の少子化対策、75万人になったんですよね。1年間に生まれる赤ちゃんが、戦後は260万人、第二次ベビーブームの時には200万人生まれていた、もう76万人。この人たちに手当をしなければいけない、その人たちの子育て支援を支えなければいけないというのはもちろんあります。私も2004年は少子化対策を掲げて、選挙に臨みましたけど、でも一方で結婚もできない、安定した仕事もない、で3年後が見えない、そういう格差の光の当たらないところにいる若い子たちが増えてきてしまってる。私は少子化対策に加えてこういう若者対策、あるいは今障害未婚率はもう男性で2人に1人、女性で3人に1人ですから、そうした私と同じぐらいの世代の現役世代の方々たちの支援も必要だと思っています。ん？よう分からんな、よう分からんな、具体的には全然分からんな。一月万札の佐藤明と申しますが、先ほど出たですね、その小池さんの学歴詐称の問題ですけども、今ですね、その学歴詐称文春に書かれただけではなくて、その選挙候補の、経歴に書けばですね、刑事告発するというふうに小島敏夫さんはですね、おっしゃってるんでですね、はい、やはりそういうことに関して、その対抗して出られるのでありますから、やはりそこで発言はね、やっぱりしっかりとすべきじゃないかと思うんですね。つまり我々ジャーナリストもですね、それはしっかり見て発言しているわけなんですよ。それと同じように蓮舫さんはどう考えられるのかですね、それをぜひお伺いしたいと思うんですね。つまり蓮舫さんのお考えをですね、ということをお願いしたいと思います。それからもう一点はですね、都庁のですね、内部の方に聞きますと、相当変派な人事とかですね、そういうものを小池さんがやっておられてですね、都庁の皆さんはですね、早く小池さんに去っていただきたいと、という声がものすごく多いそうなんですね。まあ、そういうことに関して蓮舫さんの耳に届いておられるのかですね、聞いておられるとすれば、まあ、どういうふうに考えるのかですね、そのあたりのこともお伺いしたいと思います。小池都知事の学歴についてはご本人がきちんと説明することに尽きるんだと思ってるんですね。で、ご指摘になられたように参戦出馬するとなると、それはジャーナリストの方も、あるいは
都民も私もその経歴は注目をしています。で、2つ目の都の職員の声、時々聞く機会もあるんですけれども、ちょっと問題視しているのは、むしろそれよりも都知事直轄の課で大量に都職員がお辞めになられているというのが2年ぐらい続いているんですね。それは何か要因があるのかしらと思って、今そこは調べているところです。すいません、いつまでもご質問を受けていたいんですが、今後の日程がありますので、今日はこれで。レモンさん、静岡県知事選について一言、最後の一押しになったということなんで、一言でいいんで、じゃあ、静岡県知事選についての受け止めが。いや、最後の一押しになったということですよね。さっき、言ってませんでしたね。いや、最後の一押しというか、判断する中の一つの材料ではありますけれども、静岡県民がやっぱり、野党候補を選んでくださったというのは、それだけ今の自民党政治に対する強い怒りの声があるんだと思っています。その声に私は反響しています。ごめんなさい、ありがとうございました。タウンミーティングとかやりますか、選挙に向けて。タウンミーティングみたいなことは言ってました。ありがとうございました。どうするんですか、休止されるんですか、教えてください。スピーキングテストの問題教えてください。ありがとうございます。どうぞ。あ、8分ほどの本人からの立候補表明と、その後20分ほどの、質疑応答でありました。不思議なもんですね、ずっと手を挙げるところではいはいって言ってなかった記者が、これで終わりですって言って去っていくところになって、急にわー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 っていうのは、あれは一体何なんですかね。よくわからないですね。そしてまあもちろんフリーランスの記者たちもいました。ひとつき万冊の佐藤さんも、YouTube と同じですね、口調で質問をしてはりましたけれども、まあ、NHK とかテレ朝で朝日の木原っていう僕の嫌いなやつですね。木原事件について週刊文春のやり方になんか変な噛みつき方だけして、ようわからんまま、今日のところはこの辺にしたるわみたいなことを言った記者があいつですね。後ろ姿しか見えませんでしたけど、毎日読売産経は質問してなかったですね。手を挙げてなかったんでしょうか、当ててもらえなかったんでしょうか、よくわからないですね。白い、服を着て、まあ、首の長さが非常によくわかる感じで、まあそれはクラリオンガールの時とはね、それはもう当然年は取っていってはるんで、その時と同じではないですけれども、まあ国会で華麗に、質問をしていた、そんな感じなんですが、どうでしょう皆さん。まあ小池都知事の人を小馬鹿にしたような、そしてまあ今蓮舫さんの言ってた、自民党に対して、アンチテーゼのようなことを言ってたのに結局飲み込まれてしまってるっていうようなところは、まあ蓮舫さんの好き嫌いは別として、まあおっしゃる通りではあるんですけど、まあそもそもが僕がまず違和感があったのが、都民のためにとか、都政のこういう問題があるっていうところからではなく、自民党の政治の金の問題、そしてそれを受けて3つの補欠選挙で、立憲民主党が全勝をした。静岡県知事選挙はまあ昨日だったわけですけれども、まあ、実際決めたのは2週間前ほどって言ってましたから、静岡県知事選挙のことは関係なかったんでしょうけれど、3つの補欠選挙を受けてということに時系列的にはなりますが、その国民の声というような言い方でですね、その都民都政の問題よりも先に今立憲民主党が勢いづいている、その流れの中で小池都政をリセットするっていう話に来てたところが、何か腑に落ちない感じ。当然まあスピーチライターがいたかどうかは別として、今日の会見について特に前段の部分、あるいはまあ
質疑も想定問答集から外れるようなことはほとんど出ていませんでしたので、想定される質問に対する答えが用意されていて叱るべきような内容だと思うんですけれど、まずそこでまあ党利党略と言いますか、でしかも立憲民主党から出るんではなく無所属であると、まあ、この無所属というのが本当に無所属の人の場合もありますけれど、どっかの党の公認あるいは推薦で、まあ当選したらそこの所属になるっていう議員が多い中でですね、もう立憲民主党の色が完全についてるわけですね。まあ、白い服着てはりましたけれども、それをあえて私は無所属ですっていう人、まあ、選挙戦術上は分かりますけれどね、それは反自民で非小池都政の人たちの支援を得るっていうんですけど、まあ実態として動くのは立憲民主党の支持母体である組合とかっていうところに動いてもらうわけでしょ。全く手弁当で人集めてやるっていうなら別ですけど、そうでないのに、まあ、詐称問題に、絡めて言うならば、まあ、経歴、学歴詐称の人と、まあ、国籍の問題はまた、まあ、今日誰も聞きませんでしたけどね。それこそ、忖度してんのか、望月磯子記者ですら、あなたは昔、国籍の問題ありましたよね、と、二重国籍でしたよね、ということは聞かなかったわけですけれど、無所属詐称、ですね。乙武さんなんかも、あれはどう考えたって無所属詐称ですよね。12日間のうち9日間小池さんが入ってたんですから、応援に。なんか無所属であるっていうことを言っているところは、蓮舫さん無所属詐称のように私は聞こえました。いや、それは立憲共産党と言われたって、それは別にだから何なんですかっていう話ですから、まあまあそれは勝たなきゃダメなんですよ。蓮舫さんよくご存知でしょうけどね、2番じゃダメなんですよって、2番じゃダメだわって、1番でないと都知事にはなれないのよっていうことなので、まあその作戦としては分かりますけど、まあここは僕はまあ嘘やなというふうに思います。僕の判断ですけどね。無所属って言ってても無所属じゃない人のことを、その選挙公報上は無所属って書いてあったとしても、僕は無所属だとは思わないんで、あ、こういうところは都合よく嘘をつく人なんだなというふうな印象はあります。小池百合子も嘘をついてますから、石丸さんも嘘をついてるでしょうし、それはまあみんなそうなんですけど、私は一貫してますって言ってましたけどもね。で、そうですね、まあまあまあ国政のこととも、まあ絡んではくるんでね、それはね、まあ確かにそれはそうではあるんですけど、質疑応答、ニコ動、アークタイムズ、尾形で、望月磯子さんは、まあ、アークタイムズでもあるので、こういったところから当たっていきました。で、学歴詐称の問題について、これ、皆さんどう思われました？いや、私も、週刊文春は読みましたって言ってましたよね。で、皆さんと同じようにって言ってましたよね。皆さんと同じようにって言いながら、でも、それは小池さん自身が、何ですか。きちんと説明することに尽きるって言って、で小池さんはきちんと説明してるって言ってるんですから、そのきちんと説明してることが説明になってないことに対してのコメントを求めてるんですけど、なぜかなぜだか蓮舫さんは、あの人嘘つきですねって言わなかったですね。他のことについては結構手厳しく言ってましたけれども、まあ、石丸さんのことなんで、まあまあ名前も出てもきませんでしたが、そうですね。そこを、なんか意外でもないのかな。選挙のプロの人たちから見たら、そんなことを聞くべきことでもないし、っていうことなんでしょうか。まあ、僕が、まあ、学歴詐称とかいうようなところにこだわるのは、やっぱり、
そういったところで平気で嘘をつく人は、それこそ行財政改革の話、その職員が直轄のところの職員が辞めていくっていう話、いろんな問題を彼女は言ってますよね。で、義神宮外苑のことであるとかっていうところについても平気で嘘をつく、その時の都合で誰かとくっついたり、誰かに死なだれかかったり、誰かを平気で切って捨てたりする、そういう人なんだと。だからその800人並んでいる炊き出しの人もまあまあ象徴的ではありますけれども、平気で切って捨てるんだろうなと。そういう意味で学歴詐称を平気でするっていう人はの言うことは信じられないという意味合いで、僕はまあずっとこだわってるんですけど、意外にも蓮舫さんはそこを作戦なんだろうとは思いますが、作戦なんだと思いますが、現段階では厳しく指摘しなかったですね。そこは、まあ、逆に、意地悪な見方をすれば、自分も突っ込まれたら嫌なことがあると。そこは私も言わないから、自分のことも言わないでねっていう、裏で握ってるとは思いませんけどね。裏で握ってるとは思いませんけれども、どうなんですかね。なんか、歯切れの悪さを感じましたね。そこは、やっぱり、蓮舫さん自身が突っ込まれたくないところを持っている。今日のところは、突っ込めるところだけ大きな打ち上げ花火を打っておきましょうと。で、相手の出方も見て、で、公約についてはもうちょっと後。だってもう今の段階で固まってへんかったらおかしいですからね。そんなんね。そんなんも固まってへんのに、2週間前に決めましたって言われて出てこられても困りますんで、大枠は固まっているはずですが、それについても今日は言わなかったっていうのは、まあまあ選挙っていうのは勝つためにそんなもんなのかもしれませんけれども、ただただ自民党が、政治と金の問題を抱えている、それに対して国民が怒っている、なので反自民、非小池、そこは私は一貫している、私に任せてくださいと。行財政改革、まあまあやるんでしょうね。同じように東京都でも、なんでこれをやらなきゃいけないんですかと、2番じゃダメなんですかと。でもプロジェクションマッピングにしても、いや、あんなんいらんと思いますと。あんなことのためにね、億単位のお金かける必要なんてないと思いますってきっぱり言うのかなと思ったら、クリスマスだけにするとかなんか言ってましたよね。意外に蓮舫さんはプロジェクションマッピング好きなんですかね。僕すいません、何度も言ってますが、猫ピヨコさん、学歴詐称 VS 国籍詐称ではありません。そういう間違ったことについて僕のコメント欄に書くのはやめてください。はい、二重国籍の問題はありましたが、国籍を詐称しているわけではありません。こういうのが、この間違った言葉がネット上はわーっと出てきますんで、それに調子に乗って乗っかるといかんですから、僕、まあ、猫ピヨコさんが最初から見てくれてるかどうか分かりませんけど、何度も言ってますんで、別に蓮舫さんは国籍を詐称はしておりません。日本国籍を取って、ある一定の年齢までにどちらかを選ぶかということの二重であってはならんということをほったらかしにしてて、まあ、それを知らんかったって言ってるのは僕は嘘だと思ってますんで、台湾の国籍であったっていうようなことは堂々と言ってますんで、そういう意味で彼女も痛いところを持ってるんだと思うんですね。突っ込まれたくないところを持ってるんだろうなとは思いますが、何度も言いますが、国籍詐称ではないので、猫ピヨコさんが削除しないんだったら、僕がもう書き込みできないようにします。そういうところはちゃんとしましょう。それから、そう、神宮外苑の再開発についても、事業者は民間ですから、
全部が全部を言えないでしょうけどみたいなことを言ってましたんで、坂本龍一さんの声に寄り添ってないという言い方はしてましたが、そこも結構歯切れは悪いなというふうには思いますね。どうなんでしょうかね。うん、僕が思うに、非小池と言っていて、今日はまあ時間の関係もあったんでしょうし、都政もいろいろありますから、あの築地とかその辺の問題には誰も触れてはいませんでしたけど、意外にもしなった、いや、でもそんだけ本気でなれると思ってるからなのかもしれません。あの泡沫候補で、自分の訴えたいことだけを訴えりゃええっていうんで、あれは非小池っていうところについてもっと舌鋒を鋭く言ってもいいところ、翼の党ではないですけれども、こら学歴詐称の説明しろって言って、あのやり方がいいとは思わないですが、言ってもいいところを妙に奥歯に物挟まったような言い方を、学歴詐称の問題についても、それからと外苑の開発についてもですね、プロジェクションマッピングすら何回か上げてはいましたけど、クリスマスだけにするとかって、いや別にそこまで電通にやっぱり恩義があるんですかね。クラリオンガールの頃からどちら電通の扱いやったのか博報堂の扱いやったのかちょっとよくわからないですけれどもね。だから意外になんか重要なことを言ってるなという印象はありました。おっしゃるように何でも反対っていうことにして、それができなくなって身動き取れなくなっている人たちっていますんでね。で、三田の市長なんかもそうですし、言ってたことと公約して当選したこととそのキーになる政策についてなってみたら180度違う現状是認っていうようなことになる人も多いので、ある種現実的に蓮舫さんは言ってたのかもしれないですね。東京都知事を私はやりたいと思ってる、そうだから出るんでしょうけれど、今回の会見だけではわからない、誰にどんなことを言われて、どんなことがあってっていうことについては週刊誌の報道を待ちましょうかね。こうなるとちょっともう石丸さんの出番ではちょっとなくなったかなという印象はありますね。これも石丸さんをね、かわいいかわいいと思ってはる人らからしたら、ひげ面のおっさんが親父が何を若い、イケメンのお兄ちゃんをいじめてんねんっていう構図で映るのかもしれないですけれど、小池 VS 蓮舫という構図の中からはちょっと石丸さんはしんどくなったんだろうなという、東京都知事選というレースが、まだ実際は空いてないですけども、ポーンと出たところで、先行馬として出たけども、もうちょっとしんどいのかなという印象はありますね。で、もう一人出てくると言われている方、今回今までのところで言うと小池さんを自民党は自分たちで候補を用出さないので放棄試合なので、小池さんに乗っかっていこうと、多分するんでしょうけれど、今更ね多分もう誰かを出すということは難しいと思うので、ただ自民党のその強烈な親分がこれって言ったらすぐ動くような人は別として、統一教会を使ったような人たちは別として、ちょっと蓮舫ではなと、立憲ではなと思う人たちがいて、石丸もどうやなと、かといって小池でもどうやろなっていうような、それを緩い保守という言い方をするべきなのかどうかは分かんないですが、ちょっと左はね嫌やなと、自民党にもいろいろ問題はあるにしてもっていう人の受け皿にもう一人出てくるであろう人が受け皿になると、
まあ、これはこれで結構面白いのかなと。まあ、通常はどう考えたってやっぱり小池さん強いんですけどね、出てくるって言ったらそのカイロ大学卒業ということを今回書くにしても書かないにしても書かなかったとして、それはこれまでのことは嘘だったんでしょと、まあ、あの小島さんは言うだろうし僕も言うんですけど、書かなかったからって言って前回まで書いてたことが嘘だという証明にはならないので、もう今回はもうそういう、あなた学歴で人を見てるのって、まあ、散々学歴を詐称して利用しているくせに、あなた人物で見てくださいよ、政策で見てくださいよって、まあ、平気で小池さんは言うであろう、そんな人ですから、まあ、今回はそこを何も書かないっていうね、ことはあり得ますよね、それは。てなところが今日会見を聞いた、感想ですかね。なんですって岸田さんが、これ今手元のところでちょっと見えてないんですが、何月解散って、7月解散を指示したメールが大流出っていう、そんな情報が流れてるんですか。あ、そうですか。ちょっと僕今確認できてないので、目が離せないところではありますが、まあ、いずれにしても、まあ、なんか、従来のところにすごく風穴を開けてくれるのかなと思いきや、立憲民主党もそうでもないなという感じなんでね、あの政治資金パーティーの岡田大串のことを含めてですね、使えるもんは使おうっていう、そういうやり方で、まあ結局自民党が経団連をはじめとする事業者との絡みの中でそういう政策をメインにやっているというのと同じように、立憲民主党や、まあ、まあさ共産党とかもそうでしょうが、要は自分たちを支持してくれる人たちとの関係性の中でそこにメリットのあるような政策っていうことなんで、やっぱり実際問題、投票に行っていない半分の人たちのことは結局誰も考えてないのかなという感じがしましたかな。まあ、本来というか昔ね、昔という意味ですよ。昔、その女性には選挙権が認められていなかったり、あるいは一定の金額を納税していない庶民には投票権がなかったりしたわけでありまして、でそれが貧乏人でも選挙権、しかも金持ちも一票、貧乏人も一票、そして女性も一票ってなったら、本来はそっちの方が人数多いんですからそら金持ちと貧乏人と比較して貧乏人の方が少ない国やったら、まあ、それはそれでびっくりしますけど、まあ、どこの国でも基本一部の金持ちとでそれ以外の人たち、特に今貧富の格差が開いてますから貧乏人が増えてきてるわけですよね。でも貧乏人も一票、金持ちも一票なんで、みんなが投票に行けばそれは貧乏人党が、まあ、自民党をもし富裕層党という言い方をするならば貧乏人党という野党が勝つはずなんですよねそれは人数で言ったら貧乏人の方が絶対多いんですから、それはね、しかし彼らは選挙に行かないという、投票所へ行ってどれにしようかな言うて裏の神様に聞いたら分かるでしょう、プッとこいてプッとこいてプップップッって言って選ぶことすらしないという中で、富裕層党あるいは組合員党がそれぞれの強烈な支持者、確固たる票と金をくれる人のための政策で争っているっていうのが日本の政治なので、それをそのまま差しといたら貧乏人はいつまでたっても貧乏人のままですよと、まれに出てくる独裁でもいい政策をしてくれるという人を、それこそ千年に一度出てくるような人を待たないといかんということになりますので、
蓮舫さんの指摘を聞いていると、まあ、弱者の視点をこの今の自民党政治に問題があるっていうことに異論はないんですけど、まあ、意外に、まあ、打算的でもあり、現状追認なんかなという気はしますね。蓮舫さんがなったから神宮外苑の開発がストップし、まあ、プロジェクションマッピングぐらいは終わんなくなっちゃうのかもしれませんけれども、というお話でございました。1時間にわたりお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。まあ、どんどん動いていくでしょうから、また新しい情報が入りましたら皆さんと共有をしてまいります。小森康典でございました。ではまた明日の朝刊チェックで、お目にかかりましょう。ありがとうございました。失礼いたします。これから散髪屋さん行ってひげ剃ってきます。次の配信の時はすっきりとしたひげのない顔で出てまいります。失礼いたします。